フットサルは、いわゆる室内サッカーである南米のサロンフットボール、または英国のインドアサッカーを起源とする、基本的には室内で行われるサッカーに似た競技である。長らく非公式に行われ統一ルールが存在しなかったが、1989年にフットサルも国際サッカー連盟の所管となり、1994年には世界共通の統一ルールをまとめた。 サッカーを表すフットボール、フチボーと室内を表すサロン、シャラ、ソロウの合成語。スペイン語のフットボールでサロン、フットボールシャラの名称がいつの間にか省略されてフットサルになり定着していった。フットサルが始まった説は2つある。まず1つは南米を中心に発展してきたサロンフットボールである。サロンフットボールとは弾まない。 ボールのことでサロンフットボールは1930年にウルグアイで考案された。またブラジルでも同様のものが考案された。最初の統一ルールはサンパウロで出版されたものとされている。サロンフットボールはその後南米全域へと広まっていった。1965年からは南米選手権が開催され1979年まで続けられた。 1961年には国際サロンフットボール連盟が設立され、1982年に世界サロンフットボール選手権がサンパウロで開催された。後に世界フットサル協会となった。もう一つはサッカーの母国イギリスより発祥してヨーロッパやアメリカ、オーストラリアなどに広まったインドアサッカーである。インドアサッカーは普通のサッカーと同じボールを使って、 壁も使って行われる競技である。ルールや名称も国々によってまちまちで、スペインではフットボールサラ、ドイツではハレン・フュースバル、イタリアではカルチェット、オランダでザールと呼ばれるものがそれにあたる。ヨーロッパではザールのルールをもとにして UEFA がインドアサッカーのルール統一を図った。フィーフはこうしたミニサッカーが世界中に広まるのを見て、 ルールの統一を始める。1989年には初の世界大会をオランダで開催した。第2回の大会は香港で開催され、FIFA フフと f i f ス a によるルールの統一化が図られた。この時のルールの問題点を改正し、1994年より競技名をフットサルと改められた。 フットサルにおけるピッチとマーキングボール全体がゴールポストとゴールバーの間でゴールラインを完全に超えた場合前後半でそれぞれ経営5つまで直接フリーキックとなるファウルを記録する直接フリーキックが与えられるファウルをペナルティエリア内で防御がプレイヤーが犯した時に行うボールがタッチラインを超えた時に行うボールが外に出たタッチライン上よりボールを蹴って プレーを再開する。ゴールラインを割った時に最後に触れた選手が攻撃側だった場合、守備側のゴールキーパーがペナルティエリアの任意の地点からボールを投げる。直接ゴールに入れても得点とはならない。ゴールラインを割った時に最後に触れた選手が守備側だった場合、ボールの出たところから近いコーナーアークから相手に邪魔されない形でキックすることができる。直接ゴールを狙っても良い。 ブラジルではサロンフットボールと呼ばれていた時代よりサッカー以上に身近なスポーツとして普及していた。そのためフットサルへのルール変更も比較的スムーズに行われた。競技レベルではロナウジーニョやロビーニュなど多くのプロサッカー選手がフットサルでキャリアをスタートさせている。一方、リーガナショナルと呼ばれる全国リーグのほか、各州でプロリーグが盛んに行われ。 スペインやイタリアのフットサルチームに移籍する選手も多い。当然のことながら、セレソンはフットサルにおいても常に世界最強の強さを誇る。2000年、2004年はワールドカップの王座をスペインに奪われていたが、2008年の自国開催大会において決勝でスペインを破り優勝した。また、2005年から招待国が参加するフットサルグランプリが 毎年ブラジルで開催されている。獲得タイトル主なクラブスペインでは、フットサルはフットボルサラと呼ばれており、スペイン代表チームは2000年2004年の FIFA、フットサルワールドカップ、2005年のヨーロッパ選手権などで優勝した。また、国内リーグ LNFS には各国の代表選手が集まり、その競合チーム、マドリー近郊アルカラを本拠地とするブーメランインテルビューは、 UEFA カップ制覇やインターコンチネンタルカップ連覇などの実績を誇り、現在、LNFS は世界最高峰のリーグとしての地位を確立している。元バルセロナ、ゲン・ビッセル神戸のスペイン代表 MF、アンドレス・イニエスタも幼少期にフットサルを行っていた。リーグ方式16チームによるホームアウェイでの2回戦争あたりの年間リーグを開催。 その後上位8クラブによるプレーオフによって年間王者が決定される。プレーオフは2006から07シーズンから1ラウンド3回戦方式に変更。2部リーグには3人の日本人選手が在籍2006から07シーズンよりフィファルールを導入1部リーグ16クラブポルトガルではベンフィカ、スポルティングなどのプロクラブ数チームを中心に全国リーグが開催されている。 毎年オフには、隣国スペインの LNFS へ大量の選手が引き抜かれるため、トップクラブは、ブラジルから若手を補強することでそのレベルを保っている。有名プレイヤードイツでは、ハーレンフースバルと呼ばれる壁付けのインドアサッカーが、ブンデスリーガの冬の中断期に行われている。この試合には、現役のブンデスリーガの選手やかつてのスター選手が参加している。 サッカー大国の中では唯一フットサル代表チームを持たないほどドイツではフットサルの普及が遅れていた。しかし2006年に第1回ドイツフットサル選手権が開催されている。イタリアではカルチェットと呼ばれている。サッカーと同じくセリエ A カルチョ A5 という名称のプロリーグがある。セリエ B、セリエ A フェミーニーレイなどもある。セリエ A や セリエ B の大半のチームは、ブラジル人などの外国人選手を多く抱えている。熱狂的なサポーターを持つことで知られるイタリアだが、フットサルはサッカーと比べると知名度が下がりローマやイタリア北部以外では、プロスポーツとしては認識されていないが、毎年フットサル人口は増えてきている。イタリア代表は2008年ブラジル開催の W 杯で3位に入賞。 主なクラブオランダにはザールと呼ばれるインドアサッカーがある。UEFA で制定されたフットサルの統一ルールはこのザールのルールが元となっている。アイスホッケーのリンクに人工芝を敷いたインドアサッカー場が全米の至るところに普及しておりミスルというプロリーグも存在する。米国内ではインドアサッカーがあまりに普及しているため一部の盛んな地域を除き フットサルの認知度は低い。フットサルのアメリカ代表は、このミスルの選手たちで構成されている。ありがとうございます。